皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7では続きをやっていきましょう。エブリンを倒すということで、鉱山内のアジトを調べるというのが目的になってますね。まあ、武器はね、すべてアイテムボックスに移されて、整理したので、こんだけあれば大丈夫でしょう。もう怖いものはない。俺に怖いものはない。先へ進んでいきましょう。こっちか。とりあえず通常はハンドガン、上がちょっと確認マグナムで、下が、グレラン、右がなんだっけこれ、ショットガン。まあ、通常はハンドガンでいこう。まあ、ただやっぱり競争弾で行かないとちょっと怖いんで。これ先進む。なんか怒ってんね、薬液。てかこの先もさ、アイテム落っこってるとさ、もうマスが2つしかないからな。最悪もう現地でなんとかするか。あれ、あそこになんかあるね。あ、いるか。ちょっと待って待って待って、さすがに無駄遣いしすぎた。痛い。ってか超いっぱいいんですけど、これは一回グレタン使おう。燃えろお前ら。まだ生きてる。生きてるやつは生きてるか。明るいね、ただ。グレラン、まだ8発あるからね。あそこにもいるな、奥にも。ちょっと、敵が多いね。確実に。ちょっと待って、あいつさ、ごっつい野郎じゃん、もしや。なんかすっげえいっぱいいんだけど。やっぱりグレランで始末しよう。いやー、武器が大量にあるのはいいけどさ、ちょっと敵が多いな。倒した？なんだかんだで競争弾がめっちゃ減ったな。グレラン使いすぎたね。ちょっと2発も使っちゃったか。でもまだ固形燃料でね。なんだ、ちょっと待ってね、アイテムが後ろにあったっぽいんで、まずこれをちょっとめんどくさいけどナイフにして壊す。よし、ショットガンにしよっか。やっぱりあっちにも箱があるね。よいしょっと。よし、ショットガン。ここはもうなさそうかな。こっちの方とかもアイテムはなさそうなので、とりあえずボタンを押そう。あー、エレベーター的なショットガンにしよう。で、ここにもボタンと。ここでなんか出てくるか。めっちゃ暗い。めっちゃ暗い。ちょっと待って、めっちゃ暗い。待って、ほんと暗い。すっげえ暗いんだけど。こっちとか何も見えないよ。どこに連れてかれんの。洞窟。こっちは何もなし。廃校。まあ一応それなりのさ、電気はついたまんまだね。ここの電気代って誰が払ってんの。あ、そうか、ショットガン、この4発のショットガンなんだよね。間違えてこっち持ってきちゃったんだよな。あ、来た。しかもさ、素早いやつか。くだ！よし、これだけの距離が離れてるわ。まだ生きてるか、しぶといね。リロードできるときにリロードしておこう。22発、3発かかったか、今。ボタン、あ、ちょっと待って、これはあれでしょう。ハンドガンにして、で、かつ、さすがに競争弾はもったいないんで、弾を変えて、7発分か。突破していこう。ヘドロがこっちに来たらさ、
あれを誘爆させるっていうのも手だよね。で、ここに箱がある。箱があるけど、これはナイフでいこう。もうちょっとやっぱり弾は節約してくる。いくらたくさんあるとはいえ、あ、いるいるいる、ちょっと待ってちょっと待って、これをくぐって、ほーら、はっはっは、ほーら、あ、ショット、これマグナムだ、使っちったよ。なんかあれ、なんかショットガン構えてねえなって思ったら、ただモールデッドを罠にはめることはできたね。いやー分かりづれーし、ハンドガンとさーマグナムの違いが分からんよ。で、ここはしゃがんでいこう。これもしゃがんでいけるよね。よし、そろそろ立って大丈夫かな。これ後ろから来ると厄介なんだよね。一応それなりに明るいけど、いきなりバッて出てくるな。これ降りて警戒していこう。ん？なんか道が分かれてる？ん？なんだこれ？ん？どっちや？ちょ、待って待って待って、どっち？とりあえずこのくぼみを調べよう。あ、リモコン爆弾っぽい。いいね。このリモコン爆弾マジ誰が置いてったんだ？で、こっちも一応調べられますね。何これ？なんかの装置か？あ、なんかある。あ、マグナムの弾だ。やったさっき使っちゃったからな、マグナムの弾。で、ショットガン。20発プラス4か。うん、いるね。声がする。どちら？後ろじゃないよ。あ、後ろか！この野郎。ほら！しぶとい。やばい、しぶとい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 。ちょっと一発ずつリロードして撃つ。やばいな、こっちのショットガンやっぱり若干、え、まだ生きてる？ナイフはちょっと無理だから、ちょっと待って。ほら、ん、まだいる？あ、いないか。やばいな、ショットガンの弾相当使ったね。今とりあえず安全だから、これをリモコン爆弾使うか。少し使おう。リモコン爆弾を使って節約していって、で、薬液とハーブ合成しちゃって、もう使おう。よしよしよし、 OK。 で、普通はこれ、ショットガン。ん？なんか落とした？トロッコ的なものがあるね。ん？声する？いるねー。設置オン、オッケー。いる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 、あ、いる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 。設置オン。ん、まだいる、まだいる。どんだけいるんだよ。ちょっと待って、こういうのってさ、シカとしていった方がいいんじゃないか。ちょっと突破しよう。もう、あれ、いけない？あ、いけなくね。どこどこどこ。やばいやばいやばい。ちょ、これはショットガンで対処すっか。ヘッドショットが決まればとりあえず一発か。で、こっちじゃない。あ、なんかあるね。これ押すのか。で、あそこにぶつけると。いけー、ドガーン。てかさ、リモコン爆弾で破壊できそうだよね、まず。あのヘドロどっから湧いて出てきたんだ。こっちも分かれてんな。こっちがいけないから、なんかありそうかな、アイテム。特にはなしか。装填は大丈夫だよね。ん？また少し白いとこに出てきたね。で、あそこ罠っぽいのがあったよ、階段のところ。こういうところを調べていこう。何か
わ、弾がないか。弾はなしか。多分上に登っていくのかな。ただその前に下を確認していきましょう。これなんか起こってるわけではないか。なんかちょっと光ってたからアイテムかなと思ったけど、そういうわけではないですね。あそこに箱があるな。この箱はナイフ。よいしょっと。難しいんだよ。よし、ショットガンの弾。基本結構ショットガンの弾が多いね、やっぱり。ん?あ、なんだ。上にヘドロがいたかと思った。で、リモコン爆弾にしよう。で、ショットガンに持ち替えて、先に進んでいくけど、これはちょっとハンドガンにして、もう忙しいな。で、撃つぞ。すげえ音してんな。これ絶対反応するよね。リモコン爆弾にして、さて、登っていこう。ん?また箱があるね。箱があって、めんどくさいけど、ちょっとやっぱり、ここはナイフで。いった久々に食らったな久々にやられたわ。今のはマジで。安心しきってた。完全に安心しきってたわ。ん?どこ?ここ?こん中?ああ。またなんか、部屋だね。これは何?送信ログ。フライデー、ジャヌアリー16、2015。0時42分 AM。あんたらのおかげで正気に戻って1週間。支配されたフリッ、ちょっと待って、何待って、今何の音?今落としたよね。もうなんで読んでたのに。支配されたフリってまだバレてねえみたいだ。おっかねえ、生物兵器でも所詮はガキってことか。親父やお袋は完全に奴の言いなりだな。あれが家族ってあんたらどんな教育したんだ。ああ、これあれか。支配されたフリをしてたんだ。正気に戻って1週間。あ、正気に戻った。なるほど。エブリンのお気に入りのミアって女だが、相変わらず不安定だ。急に暴れ出したりするんで仕方なく檻に閉じ込めてる。エブリンのやつしょっちゅうボロ屋に会いに行ってるらしい。ママが恋しいってとこかね。送信ログ。エブリンの家族集めエスカレートしてるな。ミアが言うこと聞かないんでイラついているんだろうが、後始末する身にもなってほしいぜ。そういや最近エブリンの様子がおかしい。顔色が悪いし目も落ちくぼんで肌はガサガサだ。細胞劣化ってのが始まったんじゃねえのかこれ。これ絶対ルーカスが送ってるよね。なるほど、ルーカス一応正気には戻ってるんだ。正気に戻って1週間で支配されたふりをしていると。はあはあはあ、ハーブ使おう。ハーブハーブ。他はこちらへん。なんか、あ、もうステロイドがある。いいね。そうとステロイドを使うか。じゃあちょっと、そうだね、もう使っちゃおう。よし、やはりこういうところでは。おお、こういう薬は最高だ。で、ここら辺は薬をね、やらないとちょっとね、やってらんないからね、ほんとに。先行くか。ん?なんか、もわっとしてるよ。え?ちょっと待って。ガチャッと閉まって、ここら辺。これはなんだ?E 型被検体が体内蘇生する特異菌が人体に感染した際の諸症状をまとめる E 型取扱いにおいて必ず読んでおくこと。ここでは便宜上カビと呼ぶ。感染初期、カビは感染者の体組織を養分として。ちょっと待って、なんかすっげえ落とすんだけどさ、大丈夫なの本当に。これさ、しかも喋って読んでるとさ、周りの音がよく聞こえないんだよね。まあ感染初期と、徐々に感染していって、この過程において感染者の再生能力が飛躍的に向上する。感染者の四肢を切断する実験では、数分以内であれば容易に自然接合することが確認された。すげえ。感染中期、カビが脳幹にまで達すると、感染者の思考は E 型被検体と同調する。感染者は幻覚や幻聴を発症。
言動を E 型被検体にコントロールされた状態になる。この状態が続くと最終的に完全に自我を喪失する、感染末期細胞置換が進行し人間を逸脱した形態に変異。感染者により変異形態は異なるが、いずれの場合も驚異的な身体能力を誇る。この形態が暴走した場合、鎮圧は非常に困難。あ、ちょっと裏側も見てみようか。なんかあるかな。ないか。なんかカッサカッサ音するけどさ。なるほどね。この変な装置何なの？ちょっと調べたくないんだけど、まずこっちを調べよう。あ、いっぱい写真があるね。投与10分後、被検体死亡。はあ。これは ?E ネクロトキシン。え、ちょっと待って。E 型被検体に投与。これは投与5分後、被検体嘔吐。投与12分後、細胞石灰化。はあはあはあ。そういう実験とかが行われてたんだね、ここで。で、これは？お、なんだ？開いた。で、あ、これは何？ E ネクロトキシン。E 型被検体を殺処分するための、開始毒である。エブリン処分の指示があるため、厳重に保管するように。なお、使用時は必ず毒素を活性化させてから使用せよ。活性化はエブリンの体組織を保管装置に入れるだけでよい。あんはんはん。じゃあ入れよう。これ入れればいいんでしょ？エブリンの体組織。おおおお。謎の装置で作られている。これまた動いててよかったね。おお、なんかできた。それで。E ネクロトキシン。壊れそう、これ戦闘中にさ、うわ壊れたみたいな絶対そうなるよ。で、これは、本計画は2000年 HCF の技術協力のもと、敵集団を戦闘によらず制圧する生物兵器の開発を目的としてスタートした。本計画が従来兵器と一線を画するのは、制圧した敵陣をそのまま味方戦力として取り込む点にある。これまでの敵が自発的に協力奉仕する仲間へと変わるのだ。戦闘や捕虜管理のコストを一切かけずに逆に味方を増やす。この、ちょっと待って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 、何途中になっちゃったけど、このコンセプトに何とかや何とかなど各国組織が飛びついたのも無理はない。計画のきっかけとなったのは、なんとかでのなんとかなんとかと呼ばれる新種の、真菌の発見であった。まあ、特異菌。生物兵器は特異菌のゲノムをステージ4以前の人、何これ、人体に組み込み、特定環境下で38から40週間ほど培養することで製造される。製造された生物はただ被検体と呼ばれ、性能不良で実用性に乏しい A から D 型。諸問題をクリアした完成型、E 型とそれぞれナンバリングされた。兵器の外見には共通して10歳前後の少女が選ばれた。都市や難民など、社会集団に紛れ込ませるのが容易なためである。E 型被検体の第1号であるエブリン、体組織から自在に特異菌なんとかなんとかを分泌できる。さらに、特筆すべきは、菌を他の生物に植え付けることによって対象の意識、肉体を実質的に支配できるという点である。対象にエブリンがアクセスするメカニズムには不明な点が多いが、なんだこりゃ、緑腸菌や発酵バクテリアが行うクオラムセンシングのようにオートインデューサーと呼ばれるフェロモンが、媒介しているのかもしれない。難しいね。エブリンによる支配の第一段階は幻覚である。感染後間もなく感染者はそこにいないエブリンの姿を目にし、他者には聞こえない彼女の声を耳にするようになる。感染者への聴取では、幻影のエブリンは初めは少女らしく甘えるような態度で現れるが、次第に過激な要求や命令を行うようになっていくという。要求には、自傷行為や他者への攻撃行為も含まれる。そのようにして感染者への精神攻撃、洗脳をしつつ、脳を含む全身の細胞をじわじわと、カビに置換していき、最終的にはその肉体までなんとか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 なのだ。なるほど。これは特に見れないか。
エブリンなんだね。生物兵器か。それの第1号 E 型被験体で、 E 型被験体はまあそれなりに完成された生物兵器というわけか。これはいっぱいあるね、読むのが。他に確認されているエブリンの機能としては、菌糸から生物を形成する能力が挙げられる。この生物は無数の菌糸が集合したいわゆる超個体で、生存本能に直結した獰猛さと菌類ゆえの強靭さから大型肉食動物にも劣らぬ攻撃能力を持つ。兵器としてのポテンシャルは極めて高いと言える。研究者たちはこの超個体をモールデッドと呼んでいるようだ。カビ人間ということだろう。ああ、なるほど、やつらか。被験体の体細胞になんとかなんとかなんとかすることで特殊な血清を生成できる。投与すれば体内の菌糸を、石灰化させることが可能だが、細胞置換がある程度進んだ状態ではすなわち宿主の死を意味する。治療というより感染者の処分に用いるのが適当であろう。なお血清をなんとかなんとかなんとかすることで極限まで効果を高めた新薬 E ネクロトキシンはほんの少量でなんとかなんとかなんとか。なんでこういうとこ潰れてんの？エブリンを観察していて興味深いのは彼女が見せる異常なまでの家族への執着だ。実験では特異菌感染者を父親や母親に見立ててはまるで実の娘のように振る舞う様子が確認された。なぜ支配のモチーフとして彼女は家族を選んだのか。これは試験だが、自ら支配する集団を社会に溶け込ませる上では家族の形態が都合がいいと本能的に察知したのかもしれない。だが、あるいは何これ読めないな。あ、隔離環境で育った彼女が愛情に飢えていると考えるのは感傷的に過ぎるだろうか。裏とかは特に読めないね。なるほど、結構考察を重ねてるね。これ誰が見てたの？あ、向こうにアイテムボックスとセーブポイントがあるね。ここら辺はでもアイテム的にはこんなものかな。これも見たしね。じゃあ向こうに行きますか。ガチャッと開けて、まず上位弾を取って、よし、いいね。他アイテムボックスと、セーブポイント。なかった今。あ、なにこれ、神経弾？そこから神経弾って何？グレネード用の弾薬、対象の神経に作用する劇薬が込められている。ほうほうほう。てか、アイテムがマジいっぱいだな。どうしようかね。でも全部必要だよね。神経弾、マグナムの弾が1個。あれか、余分なのか。一発撃っちゃう？なんか出てきたら。で、ナイフはね、やっぱり持っときたいしね。ハーブか。ハーブももう速攻で使っていこう。一応、いっぱいにしておいて、なんか取れなかったら、ハーブとかを使っていきますか。で、他、ここには、アイテムは、なさそうなので、じゃあちょっと安息の地に来たので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。